主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は戦争について書かれた漫画やアニメなどについてお話したいと思います。はい、X でも感じたことがありましたら、ハッシュタグ漫画研究室をつけてつぶやいてください。はい、早速ね、先週テーマを発表したところ、反応いっぱいいただきましたね。はい、ありがとうございます。はい、で今日はちょっとメールから、紹介をさせてください。はい、前田慎太郎さん、ありがとうございます。マコリーヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。戦争と平和を扱った漫画アニメとのことですが、風が吹く時も忘れてならないのではと思っています。はい、はい、漫画、絵本風と書いてありますけれども、絵本と言っていいのかな、原作ですね、ありますよね。はい、は中学校の時に見ていたのですが、アニメ版は見ていないので機会があれば見てみたいと思っています。漫画を読んだ時に広島と長崎を襲った悲劇を繰り返してはならない、そして物語であったような悲劇はあってはならないと思いました。スノーマンの方ですよね。はい、そうですね。はい、レーモンド・ブリックスさんで、はい、なんかパッとこう見た感じの絵は優しい、感じの絵ですけれども、こちら正文さんからも8月9日から熊本市の電気館で映画風に吹く時が上映されますね、はい、これリバイバルなんですよね。はい、そうですね。見た目可愛らしいキャラクターとは裏腹に主人公たちを少しずつ蝕んでいく核兵器の恐ろしさを描いたこの作品、内容はなんとなく知っていましたがずっと敬遠していました。未だ争いが絶えない今の世の中、今回は目をそらさず見ないといけない作品だなと思いましたといただいてました。お二人からね。はい、ありがとうございます。はい、僕も、イギリスの作家のレイモンド・ブリッグズが1982年に発表した、漫画と言っていいと思うんですけども、ただ大判の絵本のような、サイズで、全面カラーで、ヨーロッパで描かれるものはいわゆる BD バンドデシネの形式で、描かれた本です。で、僕これ多分リアルタイムか、日本では確か映画が公開されるときに、出版をされて、それよりもちょっと前だったかな、出版されていて、僕はそのリアルタイムで、本を買って読んで、じゃあ絵本でご覧になったんですね。そうです、最初はそうですね。で、今も大事に持っています。で、アニメーション映画は、日本は1987年に公開されているはずなんですけども、それも、その当時に、見ています。すごく、映画を見るのもすごく辛いんですけども、絵本で内容を知っているだけに、かなり辛いですよね。で、何が辛いかっていうと、この登場する、イギリスの田舎に住む、ブロッグス夫妻という、夫婦が出てくるんですけども、その彼らがその被爆をしてしまった後に、生活をしていくんですけども、これが、いわゆるガイドブックというか、イギリス政府が実際に発行していた、プロテクト&サバイブという、本があって、手引き書と言っていいのかな、のようなものがあって、その内容に近い、それが参考となってるんですけども、こういう時にはこうするんだっていうようなことを守っていくんですけども、どんどん具合は悪くなっていくんですよね。で、その描写がすごくこう信じているのと、そうなんですよ、信じているのと知らないってことが多すぎて、その彼らが律儀に守っていくことが、どんどん悪いようになっていってしまうっていうようなことなんですが、非常に、映像としても素晴らしいアニメーションでありますし、もちろん原作のレイモンド・ブリッグズが書いた本はですね、今も、手に入れることができますので、見たことがないという方はですね、機会があって
らぜひ見てほしいなと思う一冊ではあります。いや今回のこのリバイバル上演というのはすごくだから貴重な、はい、そうですね、ね、機会ですよね。DVD とか、まあ、その前ももちろん VHS の時代から、見ることはできたんですけども、まあ、スクリーンで見るというとまたあの、ね、音楽もねデビッドボーイのそうびっくりしました、When the Wind Blows という、はい、まあ、主題歌がありますし、でこれは戦場のメリークリスマスが1983年で、はい、まあ、映画がこの風が吹く時は1986年、本国では1986年なので、うん、はい、まあ、あの頃のデビッド・ボーイが歌っているという、まあ、そのボーイの縁から、日本語の吹き替え版はですね大島渚監督が担当されてるんですよね。じゃあそうか、戦場のメリークリスマスでね、うん、ご一緒でしたから、はい、であの声吹き替え日本語吹き替え版なんですけど、はい、森重久彌さんと加藤春子さんが演じていらっしゃるんですね、はい、というもう、まあ、重鎮が、あの担当されてますけども、でも本当に、うん、あのこの80年代の中盤というのは、はい、まあ、原作が書かれた1982年当時というのは、まあ、米国アメリカとソ連が、まあ、当時のソ連ですね、はい、が、まあ、数万発もの核兵器を保有して、まあ、軍拡競争を繰り広げた冷戦時代の真っただ中ということで、うん、まあ、3日以内に核戦争が起こるというような、うん、この物語の中で出てくるんですけども、まあね本当に非常にあの、まあ、とにかくこの夫婦がいい人すぎて、あ、そうなんですね、本当に善人というか、うん、善良な市民が、まあ、巻き込まれていくっていうことがですね、でもその本当にそういうことですよね、うん、そういう原爆って、うん、はい、もう今まであったものが一瞬にして奪われてしまうっていうことなので、うん、まあ、そういった核の脅威っていうのを訴えてる、はい、そうですね、映画ですよね、まあ、あの2024年はオッペンハイマーも日本で公開されていますしね、うん、まあ、そういった核兵器についてですねの恐ろしさというか、怖さについても、今一度みんなで考えるべきかな。ちょうどこのアンコール上映というのが、うん、オッペンハイマー、クリストファー・ノーランのこの映画とちょうど同時期なんですね。そうなんですね。オッペンハイマーもちょうどこの8月からリバイバルなので、はい、うん、熊本では8月9日から始まっているので、はい、まあ、沖縄の方にもね、はい、ぜひ見ていただきたい。はい、そうですね、あの映像としてももちろんすごくいいアニメーションですし、すごくいいあの本です。その、はい、意義というのは内容がとてもこう、読まなければいけない、私たちにとってはもう本当に必要、うん、大事な、はい、必要な、ね、あの作品だと思います。はい、お二人からね、はい、おすすめいただきました、うん、まずは風が吹くときご紹介させていただきました、はい、さあそしてこちらはですね天然嫁のあなたが心配さん、はい、メッセージありがとうございます。村井主任マコリーヌさん、こんばんは。こんばんは。今年も戦争を考える時期が来ましたね、うん、ということで私は藤子不二雄 A 先生の少年時代をメールします、はい、後に映画化もされました、うん、井上陽水の少年時代の歌でも有名ですね。漫画と映画はちょっとだけ違うので、ほとんど内容は同じみたいです、うん、ちょっとだけ違うっていう。そうなんだ。太平洋戦争の末期に東京から母親の田舎に疎開する少年の物語、はい、主人公のシンジはガキ大将の大原と仲良くなるんですが、2人でいる時は優しい大原なんですが、学校ではガキ大将という手前、うん、シンジには冷たく当たります。物語の終盤で子供たちの権力争いに負けた大原は逆にいじめられる対象になり、シンジとも疎遠になります、やがて終戦になり、シンジは東京へ帰るんですが、駅に見送りに来た友達の中に大原の姿はありません。汽車は走り始めて、シンジがふと外を見ると大原が手を振りながら走っているんです。そこで井上陽水さんの少年時代が流れるんですよと、もう涙涙ですと。原爆が落ちた日、
終戦記念日が近くなるこの季節になると毎年見たくなる物語です。はい、太平洋戦争が遠い過去になりつつある今、あの戦争を決して忘れないように、戦争に関する物語を見たり読んだりしたいものですねと。はい、まあ、今ねもう語れる方もどんどん ね、うん、だんだんね少なくなっているから、ずいぶん時間が経ちましたが、まあ世界は平和からはまだ遠いという感じはありますけど、うん、少年時代いい作品ですよね、うん、藤子 A 先生の、はい、絵だからこそ伝わってくるものもすごくたくさんある、いい作品です。はい、では天然嫁のあなたが心配さんからやはりこの曲をということでリクエストいただきましたので、はい、お届けしたいと思います。井上陽水少年時代。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今週は戦争や平和を、はい、テーマにした漫画やアニメご紹介していますが、はい、こちら漫画研究室の X にポストしていただきました、はい、トシさん、はい、戦争漫画だとペリリューかなーと書いてらっしゃいますね。この番組でも以前取り上げたことがありましたよね。はい、武田和義さんの、はい、作品でペリリュー、楽園のゲルニカということで、うん、まあ太平洋戦争の、ペリリューの戦いという1944年ですね、はい、でアメリカ軍の当初の計画では4日間ぐらいで攻略をする予定だったけども、うん、最終的には2ヶ月半という長い、戦いになって非常に、まあ、悲惨というか、うん、激しい戦いの、戦場を舞台にした漫画ですね。これもなんか絵をパッと見るとね、あ、そうですね、なんかそんなにこう、はい、残酷な話では一見なさそうな感じですけど、そうですね、3頭身から4頭身ぐらいのキャラクターというか、うん、漫画のキャラクターで描かれているんですけども、でもあの絵柄だからこそその凄惨さというか、そのいかにひどい戦いだったかっていうのが伝わってくるんじゃないのかなとも思うんですよね。それは とても感じる作品です。としさん書き込みありがとうございました。ありがとうございました。メールもご紹介しましょう。はいはい、引き続き紹介させてください。はい、ラジオネーム元中日荒木はすごいさん、ありがとうございます。 お久しぶりです。はい、ありがとうございます。村井主任マコリーヌさん、こんばんは。こんばんは。かなりご無沙汰になりましたがですね、今回の戦争を題材にした漫画の特集に参加をします。何年も前にあった、今回と同じ特集では水木しげる先生の作品を紹介しましたが、はい、今回は自分のライフワークでもある夕焼けの歌で、描かれた戦争をテーマにした話を紹介したいと思います。夕焼けの歌ですね。はい、舞台が昭和30年代ゆえに戦争が絡む話がところどころに出てくることがあり、うん、登場人物の人生にも影響が多かれ少なかれ見られます。はい、オリジナルの単行本は現在71巻まで発行されているので、自分が厳選した直接戦争をテーマにした話を3つ紹介します。1つ目は42巻に収録されている戦友、はい、自動車修理屋さんの鈴木さんが戦友会で再会した戦友を連れて家でいろいろ話をしてその戦友を止めるのですが、2つ目は53巻収録の終戦記念日、一平くんの友達サブちゃんの名前がなぜサブローなのか、そこには戦争の悲しい過去が秘められている話です。そして最後の3つ目は68巻、割と最近の本ですね、はい、収録の夏の祈り、3丁目の動物たちが行う終戦記念日の話です。とりあえずネタバレしないようにあらすじを言いました。この他にも戦争が絡む話がちょくちょくありますので、うん、本屋、古本屋さん、またはコンビニで単行本あるいは傑作集を見かけたらお試し程度でお読みいただきたいと思います。
何せオリジナルの単行本は71巻もありますので、そうですよね、なかなか全部読むって難しいかもしれない、はい、ゆっくりじっくり気楽に読むことですと、最後にかなり長くなりましたが今回はここまでにします、それではまたといただいてました。詳しく書いていただいてありがとうございます。夕焼けの歌は、まあ、三丁目の夕日というタイトルで映画化されていてね、はい、もう本当に昭和の日本をね、うん、ずっと描いている、はい、漫画ですよね。このラジオの中でも僕が何回も話しているので、うん、夕焼けの歌については西岸良平さんが、はい、描かれている漫画で、僕の最初の出会いは菓子本屋さんなんですけども、うん、元中日荒木はすごいさんが書かれているように、あの戦争をテーマに、まあ、戦争を題材にした、お話もありますし、はい、それがなんとなく登場人物たちに影響しているというようなお話も、うん、たくさんあります、まあ、とてもいい漫画で、まあ、コンビニで、傑作集が出続けていますので、はい、それこそ、あ、そうですね、その傑作集、はい、手に取りやすいかもしれないですね、うんうん、なので、ぜひ見かけたらちょっと手に取って読んでもらえると嬉しいなと僕も思ってます。はい、いやもう気がつけばだんだん昭和がね、そうですね、遠くなっていくというか、多分ね、今の10代の人たちからすると本当に、うん、なんか僕らの大正時代とか明治時代とか、そんなイメージ、あの感覚に近いのかなという、そうかもしれませんね、気がしてますけどね、うん、確かに、はい、でもぜひ若い方たちにもねちょっと読んでほしい気がしますね。そうですね、はい、ぜひ読んでほしいなと思ってます。続いてベホイミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マクレヌさん、主任、村井主任、こんばんは。こんばんは。毎年恒例の戦争漫画がテーマということで、はい、これも何年もやってますよね。はい、そうですね、今年は手塚治虫先生のアドルフに次ぐを紹介したいと思います。ということで、はい、ヒットラーの秘密文書に巻き込まれる主人公の話で、子供の頃は大親友だったアドルフという同じ名前のドイツ人とユダヤ人が国家の教育によって、うん、偏った思想に染まり救いようのない殺し合いをするとか、多民族への差別を煽り立てるのは、大概偉い人であったりとか、結構刺さる部分があるのですが、うん、終盤の舞台が中東になったところは、まあ、昨今のイスラエルとパレスチナの争いにダブるところがあり、そうですね、東洋のシンドラーと言われた杉原千畝氏は今の中東の出来事を見たらどう思われるのかななどと考えさせられますと、ね、確かに今読むと本当そうですよね、はい、まあ、もう手塚治虫の、まあまあ、結局晩年になってしまったんですけども、うん、亡くなられてしまったので晩年のまあ傑作ですね、はい、はい、だと思います。ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、たくさんいただいたの嬉しいですね、やっぱり、はい、毎年この、特集をするときにはメールもねたくさんいただくので、うん、本当に皆さんありがとうございます。他にもありますか、はい、ではもういけるかな、ショコラテリヌさん、ありがとうございます。ありがとうございます。先週の特集をだった君の色ですけども、はい、学生さんたちのたくさん聞いていただいてました、学生さんたちの感想が聞きたかったですということで書いてあるので、みんなすごく良かったと言ってましたよ、はい、いい経験でしたね、はい、今週は夏の、戦争漫画の特集ということで、ショコラテリヌさん10代の頃に台湾に船で行った時、へー、そうなんですね、なかなかないですよね、まあ、入港前に写真撮影はしないようにと、まあ、無論軍事的な意味合いがあり、その頃はですね、ただ緊張感があったというようなことが、覚えてますということなんですけども、まあ、戦争漫画については、まあ、戦記と言った方がいいのかなということで、はい、アンゴルモア原稿合戦記というのを紹介していただきました、はい、これは図書館で読んだのですが、凄惨な内容で私が知るのはあの絵巻ぐらい、集落で一人しか生き残らなかったと、うん、捕虜になった人たちの扱いなど、戦いは恐ろしく負ければ嫌をなしに歴史は勝者のため真実は沈んでしまうという、うん、まあそうですね、その部分はすごく大きいと思います、はい、
水木しげる氏の、総員玉砕せよ、はい、生きながらにして死刑と表現をされていますが、食料を探しに行ってワニに食われたのか川に流れてしまった仲間とか、こんな、合理性のない命令ができる傲慢さと恐ろしいことですと、うん、本も読みドラマも見ました。それでも未だ戦火の止むことのない世界ですねというふうにいただいてます。本当ですね。人間はなぜこう繰り返してしまうんでしょう、ね、うん、本当に永遠と続いているのですけどもね、本当に、うん、もう一ついけますね、はい、篠M さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この時期の戦争の、といえば第二次大戦の話題が主になっていると思いますが、はい、先日あのテーマにあのラジオの中で取り上げた安彦義和先生が書かれている近代の戦争をテーマにした作品に触れたいと思います。はい、安彦先生は明治後期から昭和初期にかけての、戦争期における歴史フィクション漫画を書かれています。虹色のトロツキ、それから王道の犬、天の血脈、それと乾と辰巳、サバイカル戦記とありますけども、うん、どの作品も実際の歴史に触れながら先生がそこで見てきたかのような登場人物たちの心の動きが描かれていて、本物の歴史事実を描かれているように錯覚するほどのリアリティがあるように感じます。その作中でも戦争は無益で無意味なもの、そして抗えないものとして描かれていて、戦争の非情さと平和のありがたさを強く感じます。この時期だからこそ過去の事実も漫画の創作された話も読みながら戦争と平和について改めて考える時間を持ちたいと思いますといただいていました。たくさんのメッセージありがとうございました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。